取ってね、みんなに食べさせてもらいたいよ。そうですね。みっちゃんのとこ行きばっかりは。まあ、一番心配なことは魚にセシウムが入っていることと、あとは第一原発が収束してないこと、あと汚染水が未だに海へ流出って最近言われて、あ、しばらく落ち着いたなと思ったら、あ、また海に流れてんだっていうのが一番の不安ですね。何年先になるか分かんないけど、元震災前に伊豆になったら魚が売れるように戻るか。3月11日の地震の時はちょうど第一原発の沖合25キロぐらいの30キロぐらいのところですかね、で漁をしてて、急になんかエンジンが壊れたように振動して、ずっと一晩海の上に寝泊まりして、街が燃えるのも一晩中見て、これもらわないからね。これもらわない。そうですね、早く収束して父親と長い時間量を共にしたいっていう気持ちが一番の理由であるんで、船を続けようと。